ちとリレーで対決したのは競泳の元オリンピック日本代表川本武さんです。これは児童たちが水の事故に遭わないようにと豊田市の小学校で行われた水泳選手や警察官らによる特別授業の一幕です。耳と腕が離れちゃうとなんか体がどんどん沈んでっちゃうからなるべくこの腕につけたまま顔をこう呼吸するように。ちょっと最初さ、川本選手は児童たちに泳ぎ方を教え泳ぐ力を高めることが水の事故の防止に役立つと訴えました。また水難救助の実演では溺れてしまった時は大きな声を出さずに浮くことを心がけるよう呼びかけていました。西広瀬小学校では近くを流れる川の掃除が学校行事になっていて子どもたちにとって川は身近な存在です。もうすぐ夏休みということもあり子どもたちは川遊びもたくさんしようと思います。溺れた時とか の浮く術などを覚えておきたいです。川とかに行くとなった時に溺れる時の対策とかもちゃんとしていかないと救助とかも大変だしもしかしたら命を落とす可能性もあるっていうことをよく学びました。オリンピック出たりしてはいますけどやっぱり川だったりとか海だったりとかってすごく怖いことが多いので自分が予想できない川の流れがあるのでまあ、どうしても水泳選手っていうのは関係なく皆さんが本当に気をつけていく必要があるんだなっていうふうに思います。